FTR 元はイギリスのオートバイ部品メーカー。社名の FTR 元はファブリケーションテクニックスレーシングモーターサイクルズの頭文字を取ったもの。同社は1994年にファブリケーションテクニックスとしてスティーブ・ボーンズによって設立され、ケニー・ロバーツと TWR がモデナス KR3 を製作するのを手助けした。その後、 いくつかのチームにロードレース世界選手権やスーパーバイク世界選手権用の車両を供給した。2001年にはペトロナス FP1 の開発に参加した。FTRM211 に乗るサンチェアゴヘルナンです。FTR 元のブランドでレース用車シシーを生産するのは2009年に始まった。同社は新たに発足した元ニクラス用の車シシーを開発した。 初勝利は2010年のバレンシアグランプリでカレル・アブラハムによって達成された。2012年には元サンクラスへのシャシー供給とモートジッピークラスにマニファクチャラーとしての参戦を始めた。2012年のカタールグランプリでマーベリック・ビニャーレスが元サンクラスにおいてホンダ製エンジンを搭載した FTR 製マシンで初勝利を挙げる。モートジッピークラスには クレーミングルールチームとしての参加であったが、グレシーニレーシングにホンダ製エンジンを搭載したシャシーと、アビンティアレーシングに川崎製エンジンを搭載した BQR シャシーを供給した。FTR 元は2012年にヘッズ・オブ・ザ・バレーズ・デベロップメント・カンパニーに売却された。ありがとうございます。